岩見駅は奈良県四季郡三宅町岩見にある近畿日本鉄道柏原線の駅。駅番号は B35。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。ホーム有効長は4両分。駅舎は1番のりバ側にあり、反対側の2番のりバへは構内踏切で連絡している。天理駅管理の無人駅でピタパー以降か対応の自動改札機及び、 自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日上行人員の調査結果は、以下の通り。ABC 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道、に、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、11から13ページ。 ISBN 978から4から02から34133から4。近畿日本鉄道株式会社。近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道。2010年12月。682ページ。全国書誌番号万。2190万6373。 平成19年4月1日から、近鉄主要路線で、IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道、h t t p w w w k i n t e t s u j p n e w s f i l e s i c c a r t 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年2月26日日閲覧 ?ab、駅の情報岩見。 近畿日本鉄道、2021年6月17日閲覧、駅物上行人員奈良線、柏原線、天理線、近畿日本鉄道、ありがとうございます。